皆さんこんばんは。僕がプロデューサーですか、カッコカリプロデューサーの手嶋明人です。本日は、備前市インベに来てます。とてものどかでございます。まあ、備前市といえば備前焼きということで、町を挙げてお得なイベントをやっているみたいなので、プロデューサーとして調査していきたいと思います。行ってきます。今回手嶋 P がやってきたのは備前焼きの里備前市インベ。この町で開催中のお得なイベントとは一体どんな内容なのでしょうか。インベ駅から調査開始ということで向かってるんですけども、ホーム出てすぐ早速お店なのかな、観光情報センターというものがありましたので早速入ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。インベ駅の駅舎の1階は観光情報センターになっていて、備前エリアのお土産物を購入したり観光スポットの情報を尋ねたりすることができます。なんか今町をこう上げてお得なイベントをやられてるって聞いたんですけど、はい、こちらの備前散歩スタンプラリーですね。スタンプラリーでいろんなところでやられてる。そうなんです。加盟のこちらの35店舗、それから観光施設3カ所ですね、合わせて38箇所に置かれた QR コードをスマホで読み込みスタンプをゲット。3つから5つ集めると豪華商品が当たる抽選に応募できます。さらにこのデジタルスタンプラリーに参加するだけでそれぞれの場所で特典が受けられるんです。早速手嶋 P も参加することに。ではまずこちらの QR コードの方を読み取って、はい、スタンプラリーのエントリーをお願いいたします。まずはパンフレットにある QR コードをスマホで読み込んでエントリー。その後それぞれの場所を訪れて施設内にある QR コードをスキャンするとスタンプゲットとなります。なんか楽しい、ゲームしてる感覚。インベ観光情報センター、ね、デジタルスタンプゲットっていきますよ。よかったです。すごい、お一つゲットですね。 ありがとうございます、はい。スタンプを集めたくなった手嶋 P ですが、その前に本場の備前焼きの作品見ていきましょう。観光情報センターの2階は備前焼きギャラリーとなっていて、若手から人間国宝の作品までを一堂に見ることができます。備前市の玄関口インベ駅の駅舎でもあるこの建物、備前エリアの魅力を堪能できるスポットでした。さて次はどこに行きますか。さっきスタンプラリーのこのパンフレットをもらったんですけど、38箇所ありますからね。いろんなギャラリーだったりとかカフェ、ご飯たくさんありますけども、そうだな、このカフェ無限庵プラス、すごいスタイリッシュでおしゃれなカフェなんで、しかも土ひねり体験もできるって書いてあるんでちょっと興味湧きましたね。ということでインベ駅から車で5分ほどのカフェ無限庵プラスへ。従来の備前焼きの枠にとらわれないハイセンスなカフェです。こんにちは。はい、こんにちは。めちゃくちゃおしゃれな空間ですね。おすすめとかって何かありますか。はい、あります。備前焼きに合うように焙煎していただいた豆を使ったドリップコーヒーと、ちょっぴり苦めに仕上げた大人のプリンがございます。はい、じゃあそのおすすめを、はい、じゃあいただけますか。はい、大丈夫です。ご用意いたします。お、来ました、スタンプ入手。なんかやっぱこれ嬉しいですね。ありがとうございます。なんか全部コンプリートしたくなる。こんな感じでゲットしました。当店では、はい、こちらのスタンプラリー参加していただくとドリンクメニューが50円引きになります。お、スタンプをゲットできて特典も受けられてお得ですね。そして備前焼きでいただけるおすすめのカフェメニューが。お待たせしました。はい、失礼いたします。おお、ドリップコーヒーとプリン、どちらも備前焼きの器が使われています。まずはコーヒーから。いい香り。あー、美味しい。すごいさっぱりした苦味、口当たりがいいコーヒー。そうですね、備前焼きは釉薬を使わずに焼き締めるんですけれども、はい、そうすると器の内側ですね、目に見えない小さい凹凸があるんです。そこへコーヒーを注ぐと苦味の角が取れてまろやかな口当たりになると言われています。それは備前焼きのこの器で入れるから、成立するっていうか出来上がる味ってことですか。そうです。備前焼きで飲まれるとさらに美味しくなると言われていますので。続いては生クリームが乗った大人のプリン。いや、僕プリン大好きなんですよ、ちっちゃい頃から。うわ、いただきます。
あ、うんま。こちらはですね、当店の豆をエスプレッソにしまして、エスプレッソを絡めると卵液の中に入れて焼いております。入れてるんですか？はい、そうですね。そういうことで、ちょっとほろ苦いプリンで湯煎焼きをしていますので、むっちり固めのプリンになっております。なるほど。なんか俺さっきから思ってたんですけど、高級感すごくないですか？ここすごいですよね。そうですね、後ろも少しギャラリースペースになっておりますので、そちらも楽しんでいただければと思います。土ひねり体験もできるっていう。はい、上に工房がございますので、そちらで体験の方を受けたまわっております。はい、じゃあ僕もちょっと陶芸家気分になってですね、備前焼き体験行っていきたいと思います。はい、ということで陶芸家手島と爆誕似合ってますか？はい、形から入るタイプですということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと早速教えていただきたいんですけども。はい、で電動ろくろの場合は、はい、いきなりちょっと作品といかずに、この土をですね、はい、この盤の上でこう練ってやるような作業がありまして、はい、土殺しって呼んでるんですけど。土殺し、物騒な名前ですが、まずはその土殺しに挑戦。うまいですね。ちょっと待ってください。でこれ途中でこう手を止めるとちぎれやすいので、そうです、そう絞って、そうですね、はい、いいです。こういうことか。そうですね、そういう感じです。簡単そうに見えて難しい作業、プロはやっぱりすごかった。土と友達ですね。手島 P は今回マグカップを作ることに。どんな作品が出来上がるでしょうか？先生やるとき、おお、すごいな、すごい。なになに、もうできた、もうできたっすか？いや、まだこれからです。まだまだこれからですよ、手島 P。 厚みを両手で挟んで薄くしていきます。これは悪い予感しかしない。おお、うん、ああ、これはちょっと待って、難易度が高い。やばい、すごいことだった。これ直せるんですか？直せます。はい、あ、これすごいむずいわ。いいんじゃないですかね、デザイン的にちょっとこういうのカーブ。手島 P には作りたい形があるようです。こうしてこうします。くびれさせたいです。あ、くびれさせたい。はい、形を変えたいところを中から押し出すようにするようなイメージ、膨らまして、それぐらいです。さらにこんなアイデアも。口の部分を、僕よくコーヒーをこぼしちゃうんですけど、はいはいはい、丸いからダメだと思うんですよね。うん、口の部分をこういう風にしたらこぼれないんじゃないか。注ぎ口を作るんですかね。はい、できます。口に注ぎ口、はい、できます。なんと自分の口に向かっての注ぎ口をマグカップに作るという斬新なアイディア。日頃の困りごとから考えついたようです。これぞ必要は発明の母。本当にこぼさなくなるんでしょうかね。うん、これこぼさないと思うんですよね。よく白ティーにコーヒーこぼしちゃうんですよ、僕。これでこぼさない気がするんだけど。ですね。はい、何はともあれ、本体はひとまず完成。さらに持ち手をつけるのですが、今日は形だけを作成し、本体との接着は後日小橋さんにやっていただきます。まずは持ち手の形を作っていきます。この机の上で紐にします。まあ、小籠包を作った時の手法と一緒で、小籠包を作ったのは。あ、なるほど。これぐらいの細さがいいです。で、こう折り曲げるようにして形を作ります。持ち手にも手島 P のこだわりが。 P 作りたいですね、僕 P の。うん、ちょっとコラボレーションしていいですか？これめっちゃ、はい。あ、なるほど。P。 じゃあこれで P でお願いします。わかりました。今回、備前散歩スタンプラリーということで、このパンフレット見てスタンプラリーきっかけに、備前焼きの魅力についてたくさん触れることができました。ぜひ皆さんも備前に来た際にはスタンプラリーしてみてください。手島 P。 はい、備前焼きのマグカップが焼き上がりました。おお、あ、すごい。こちらでコーヒーの試し飲みをよろしくお願いします。あ、なるほど、わかりました。いただきます。あ、待って、結構変わった形してるな、やっぱ。うん、あ、飲みやすいっすよ。めちゃくちゃ飲みやすいっすよ。本当ですか？
一点に集中されるんでめちゃくちゃ飲みやすい。でやっぱりこの備前焼きで飲むとやっぱコーヒー自体がこう結構口当たりがまろやかになりますね。すごくなんか丸みが出るというか、うん、右利きだからこういう風に向くじゃないですか。多分大体ポットとかってこっちについてるんですか。こう持ってこういう風にする。これは飲む専用です。でもすごくいいですね。飲みやすい。